小崎チャンネルちそこを激いトレードまだまだ続く中日対 DNA、京田と砂田のトレードが成立っていうところがね、情報で、えー、発信されてきましたけども、なんとね、えー、京田選手28歳、DNA 砂田投手27歳の交換トレード。 ね、中日の加藤代表は彼のここまでの成績を見てもらえば分かると思うが今年はあんまり投げられてなかったが去年はね50試合、えー、ぐらい投げてその前には60試合も投げてね、えー、対戦してみていいボールを投げていたとうちの、えー、福選手がね手術をした関係で左が欲しかったのでこうなりましたとでまあセ・リーグ同士のトレードっていうところでね、えー、加藤代表は砂田選手のことをね評価、えー、してますけどもなんと電撃トレード、えー、この1週間で二遊間が トレードに出るっていうね。まあ、京田選手のね、もうトレードは、これはもうドラゴンズファンの皆さんもそうだと思いますけども、前からいつあるんだっていう秒読み段階だったんじゃないでしょうかね。まあ、噂ではね、ちらほらロッテかな、みたいなね、いろんなことを聞きますけどもね。で、まあ、ドラゴンズファンの皆さんはね、大丈夫なんか、みたいなね、二遊間おらへんぞ、みたいな。今年の開幕スタメンの選手、どんだけいなくなるんや、みたいなね、感じで。 思うかも分かりませんけども今回のトレードですねめっちゃいいトレードですもうトレードはポジティブね。皆さんこのねあ,あいう言葉を忘れないようにね していきましょう。前回のね、あの、安倍選手のトレードの時も言いましたけど、京田選手はもうね、今年の夏ぐらいから構想入ってないね。明らかにいろんなことのね、情報を精査していくとね。で、そうなった時に、ね、来年セカンドに言うか高橋周平とか、まあ、あの、ルーキーの選手たちがいっぱいいる中で、ショートは土田、もうここでね、行くっていう、もうね、だからもう構想入ってないってなると、このまま多分ドラゴンズにいたとしても、京田選手が多分幸せになれる状況は ちびリもないね。強いて言ったら監督が変わるしかないけども、辰巳監督がね、今年1年目っていうところでね、まあ3年から5年はね、普通に考えたらやるだろうっていうところでね、もう野球人生ね、今28歳でね。 京田選手を考えれればねねこれはもう、ね、絶対出た方がいいのよで、その中でね、先ほども代表が言ってましたけどね、ドラゴンズは左のね、ちょっとリリーフがいないっていうところで、まあそのね、福選手がね、手術をしたっていうところもありますし、あとは岡田選手とかね、橋本選手ね、大正代から入った。ここがなかなかね、えー、伸び悩んでるっていうかね、この力を発揮できないっていうところでね、まあ右はね、藤島とか、ね、谷本ね、ベテランもいますし、清水、ロドリゲスね、マーク とかね田島左ね、鈴木とかね、あ田島左じゃなサイドね、とか、まあ、右のリリーバーいますけど、やっぱり左がいないっていうところでね、ほんで砂田選手で、砂田選手も DNA で考えると、ね、今年一気にあの出場試合数が、えー、とかなり減ってね、登板数が15試合しか投げてないのよ。ね、で、ね、さっきの加藤代表って言ったように、えー、去年、一昨年ではね、50試合必ずオーバーしてるっていうところで、まあ、今年はね、左エスコバ、えー、そして田中ね、 っていうところが DNA 復活してきたっていうところで、で、で、まあ、前に前も後ろもできる石田もね、えー、いたりしますし、そういったところでね、ちょっと出場機会がね、なくなってたっていうところもね、現実にあるし、で、砂田選手もこのままね、DNA にいても、まあ、そのね、頑張れる立ち位置にはいるけどもね、 この順番的に言ったらやっぱ後々になってくることを考えればもう今ねあの猫の手も借りたいぐらいね左のリリーフがなかなかいないドラゴンズにとってねこの砂田選手っていうのはもう一番最初からね一軍のペースピ,あのピースとして枠がねあるまあそこからね頑張れるかどうかは本人次第だけどもね枠がある中で砂田選手の中日っていうのは本人にとったらねかなりポジティブでいいトレードこれによって出場機会が得られてねまた50試合前後の試合数がね投げられれば 本人にとってはプラスになるし、ドラゴンズの左のね、リリーフがいないっていうところではね、そこがプラスアルファに、ね、なっていくんじゃないのかっていうところで、砂田選手にとってもね、非常に素晴らしかった、このトレードはね、良かったんじゃないのかなとね、思いますで。DNA のね、内野で考えれば、今、二遊間で言うと、若手のね、森で大和、マと、 柴田っていうところがね、えー、名を釣られてくるっていうところはあるけども、で、まあ、ルーキーのね、あのー、も取ったっていうところで、まあ、ここで考えるとね、やはり来年、ひょっとしたら、マキはファーストに専念する形にひょっとしたら、なるかもわかんないっていうところと、俺はショートを森を育てた方がいいと思うから、で、山とか、でもそこの中で、柴田がね、やっぱり、もう一皮むけない、今年もね、33アンダー打率1割くぶこりっていうね、ちょっと寂しいっていうところと、 まあ、あの、森はね、これからっていうところで、打率2割3分4厘。まあ、こ,こからどこまで成長できるか。で、マトがね、えー、2割4分7厘っていうところで、まあ、ここのね、起爆剤になればっていうね、ところでは、まあ、戦略としては良かったと思うけども、強度の場合は DNA に行ったからって、ポジションが確実に空いてるわけじゃないんで、万が一そのままね、ギがセカンド行くとね、ショートの中での森、ヤマト ね、で、この京田、柴田っていうところのね、競争になってくる。まあ、その中で絶対的な優先順位で言うと、やっぱり森だね。で、そのバックアップとしての大和っていうところがいるから、下手したら頑張んないと一軍。 争いっていうところにもなるし、これ、マキがね、ファースト行って、セカンドをね、二遊間をうまく回すって言ったら、一軍の場はあるけどもね。そういった意味では、砂田はね、多分、まあ、結果以下にもよるけども、すんなり最初ね、一軍のポジションっていうところが与えられる中で、まあ、頑張れる要素っていうのはね、あるけども、強打はどっちかっていうとね、DNA に入ってきたからといって、 確実にポジションが空いてるわけじゃないんで、これはね、キャンプ含めてね、競争をね、勝ち抜いていかなきゃいけないっていうところはあるけども、DNA としたらやっぱそこのね、二遊間の層を厚くしたいっていうところと、ひょっとしたらマキがファーストっていうところの構想も一つね、あるのかもわかんないっていうところを考えればね、このトレードっていうのは非常に、お互いがね、砂田にしても強田にしても、お互いが自チームにおいて、まだ自分が、 出るっていうところの枠がないっていうところで考えるとね、これは非常にポジティブだったんじゃないのかなっていうところでね、どうですか皆さん現役ドラフト考えてください。この砂田、京田、ひょっとしたら出てくるんじゃないのかって思った人、もしくはそういう情報があった中でトレードがあるような選手っていうのは現役ドラフトに乗らないのよ。 かなり注目だね、この現役ドラフト。どんな選手がね、ま、12人はね、入れ替えが行われるっていうところで、どんな選手たちがね、入れ替わるのかっていうところはかなり注目だけでも、やっぱこういった選手たちは、トレードになるのよ。どこまでのレベルの選手がね、現役ドラフトに乗るかね、かなり注目だけども、そういった意味ではね、まあ、前回のね、あの、安倍惑井は、うわってちょっとね、8対1なのっていうね、びっくりした感じはありましたけども、今回のね、この、強打、 砂田のトレードっていうのは、これはよ、もう、おこれはあり得るね。しかも、お互い両チーム、いいじゃん。みたいなね。まあ、チームとしてのプラスアルファわかんないよ。もうだってドラゴンズは使わないんだから、京田安倍も使わないのよ。構想入ってないのよ。そしたらもうそのままい続けても、逆に地獄。選手は。それだったら新天地行った方がいいじゃん。ね。京田もね、ちょっと夏ぐらいからね、構想外れて、ね。横浜に行く。最高じゃん。 そこで頑張ればいいじゃんポジティブ ね、本人にとったらかなりポジティブ。だからそこでね、横浜で行って、どこまで頑張れるのか、こっからは本人次第だからね。で、チャンスは大きく広がったからね、京田選手も頑張ってほしいし、須田選手もね、エスコバー、田中っていうところがね、えー、出てきた中でね、生石段もいるし、なかなかね、チャンスがっていうね、ところが減ってきてる中、新天地、まだ27歳若いからね、新天地に行って、しかもドラゴンズは左がいない、でリリーフが欲してるっていう中でね、かなりのビッグチャンスだからね、こっからね、またお互い頑張ってね、あの、レギュラーポジション、そしてリリーフ、 のね、勝利の方程式がっちりね入っていくことによって本人たちが素晴らしい選手ね幸せが待ってるし逆にチームとしてもそれでプラスアルファの占領ができて順位を上げていくっていうことを考えたらねこのトレードっていうのは非常に良かったしポジティブだったと思いますということで佐々木の速報ね中日強打 d n s のトレード情報をお伝えしましたまだまだね FA 情報も続きますからどんどんね随時出していきましょう